隊長、 YouTube 市場が現在ガラ空きです。黙れ、わしはサラリーマン先生で頑張るのだ。サービス残業万歳。ですが隊長、今一つのビデオをアップしただけで YouTube で67万円の収益を稼ぎ出しています。隊長のボーナスを超えています。なわけあるか。このピンが左の端っこですもんね。どちらの球で攻めますかね。風に乗せてくると思いますけどね。ロリのボール見えてますね。左の砂の上にありますね。ザックはこのピンとこのグリーンの左サイドギリギリに出してくるんじゃないですかね。風は強くこっちに吹いてますから。3番のパーセリもうまくやり過ごしていました。あ、右から普通にノックダウン気味に行きましたね。安全なショットで行きましたね。無理をしないってことですね。そうですね、打ってみないと分かんない、その風の呼吸というかね、こうどう流れを修正できるかですね。トップグループは7です。これからバーディーパットです。5アンダー。ティーショットはバンカーに捕まっても伸ばしてこられる。これが昨年の全英を取ったザック・ジョンソンの真骨頂でもあります。これは下りの少し左に切れるラインですね。さすがですね。強めにしっかり打ってきましたね。16番の苦しいセカンドや18番のバンカーに捕まったティーショットなどがあっても6アンダー。19分から102チャンネルで放送します。今最終組の一つ前の組が18番プレー中ということで、最終組も間もなく18番です。102チャンネルで6時49分からお伝えしていきます。ボールの手前で普通に素振りしたら、あのディボット後にクラブが当たってね、より悪化させてしまうことがあるんで、離れて振ってますよね。また同じような感じで、ボギーは今日なしです。